おはようございます、今日はね、木曜日、プレキャン4日目、金曜日の明日ですよね。明日が、まあちょっと昨日も言いましたけど、まあ、ママのね、テニスがあるっていうことで早く帰らないといけません。まあそういうのも含めて、明日はね、ちょっと魚釣りの日にしようかなと、思いましたので、いろいろね、考えた結果、今日はね、トラックを2周、ね、やろうかなと思います。なので、これがね、6時間で、行ければね、まあ、いいペースかな。はい。ね、1周3時間やから、2周で6時間っていうのはね、いいペースだと思います。まあそんな感じでね、今日は頑張っていこうと思います。今ね、7時42分、45分になったらスタートします。やっとるで。はい、スタート。1周目1、2、第3コーナー通過。いや、まだしてないか。よし、最終コーナー回ります。Thank you.
ゴール！ゴール！12時28分12時28分水もエンプティー、太ももにかなりの疲労が、足が、いやーよかったね。15分短縮。まあすごいかどうか全然分かれへんけどね誰もやったことないんやから早いのか誰でもできるもんなんか全然分かんないですけどね。とにかくトラック2周完走しました。1周目はねかなりやっぱり海面がラフだったんで、一周回ってそこの岬に到達した時に、3時間、ぐらいだったんですよ。まあちょうどねペースとしては。で2周目はね海峡がね落ち着いてくれたので、あそこの沖ノ瀬から片島に行く道は2周目はだいぶ楽でしたね、はい。まあ、まあまあもうねもう何もできませんので今日はこれで寝ます。はい、ということで明日っすね。はい、ありがとうございました。じゃあまた明日、バイバイ。おはようございます。ということで最終日の朝、今時間がですね、6時55分、はい、もうすぐ7時ですね。まあいろいろですね、大島キャンプで、楽しいことやらせていただきましたけど、今日がこのキャンプ最大のミッション、はい。家でね、待ってくれている、うちの愛するママに、お魚をね釣って持って帰るというミッションが残っております。はい、これはねなんとしてもね達成せんとあかんので、気合い入れて頑張ります。
やります。水深はね、魚探が壊れてねないので分かりませんが、まあそんなに深くないね、20メーター台やね。もうちょっと向こうの方が深かったかな。やっぱり秋口なんかはやっぱ気温差がすごいあるのでね、やっぱ朝のうちはやっぱりこうやってオフ島の風はね強く吹きますよね。でこれがまたね、10時ぐらいになったら、9時ぐらいかな、まあ、結構緩くなって、で10時にピタッと止んで、それから反対にね温床に変わっていくみたいな、まあ、流れ、もしくはそこで、まあ風がずっと無風状態続くみたいなね、まあそんな流れなので、魚釣りするんやったらあんまり浅まずめにはこの秋口のね魚釣りはあんまり浅まずめにはこだわらない方が、まあ、魚釣りとしては釣りやすいのかなとは思いますね。お、来た。来た。水深がそんなないからね、赤旗かな。いやー、え、なんかエラ浮いてきたぞ。赤旗ちゃうこれ。あ、え、わー、ラッキー、アコー、アコー来ました、ありがとう。うわー、もう顔一枚、顔一枚、アコーありがとう。寝魚って結構なんか固まっておるんで、一回釣れ出したらね、手返しよくポンポーンとね、やるのがね本当はええんでしょうけど、魚持って帰るっていうことになるとね、やっぱりその血抜きやったり、締め、神経締めとかね、締めとかやっぱ必要になってくるんで、どうでしょうね、どっちがええんやろね。釣れへんようになってからまとめてやるっていう方法もないことはないんでしょうけどね。くんがすごいおるな。ね、寄ってきてる？なんか寄ってきてる感じしません？見えてるかな、見えてんのかな、こっち、こっち、あーすごい、なんか初日にね、イルカ見て、で最終日にもねイルカ見て、いいっすね、得した、得した気分。
なんか来た。なんか来たよ。あんまり引けへんけど、たまにずっしりと重い。あなたは誰ですか。あなたは誰ですか。あなたは誰ですか。あー、大物旗。これはダメや、リリースサイズやな。はい、大物旗。残念、リリース。もうちょっとでかいのおらんか。はい、どうもお疲れ様でした。ね、まだ9時過ぎなんですけど、まあ一応ね、魚も釣れまして、で、もうね、もう1週間ね、お風呂入ってないんで、しっかりとね、帰り道の温泉で、体洗って帰ろうかなと思います。はい、もうね、長いようで短い、短いようで長い1週間で5日やね、5日でしたけどね、もう本当に、充実したトレーニングキャンプ、送ることができました。ありがとうございます。まあこれからね、冬になってどんどんね、コンディションもタフになるんで、このね、タフなコンディションにも負けずに、頑張って、カヤックフィッシングやっていこうと思います。はい、ということで、ありがとうございました。バイバイ。